無理。辻村さん、こっちこっち。あ、先生。来てくれましたね。拒否権なんかなかったじゃないですか。そうでしたか。すっごい人ですね。特に今年は好条件だからじゃないですか。へえ。では横になって星を見ましょう。え、寝転がるんですか。立ってると疲れますから。ほら、あそこ。あれ、あ、あゆみちゃん。カオル先生、やっぱり私。初参加の二人には特別に天文部顧問の私が解説します。間違っても勝手に帰らないように。でも。さあどうぞ。わかりました。わあ、すごい。こんなに見えるんですね。手が届きそう。今日見える四分儀座流星群は流れ星の大阪から双子座流星群、ペルセウス座流星群と合わせて三大流星群と呼ばれています。そうなんだ。昔よく話しかけました。星にですか。人に言えないことってあるでしょ。ありますけど。あ、流れ星。極大になればもっとすごいですよ。極大？流れ星が一番流れる時間帯のことです。早く見たいな。それまで時間があるので他の生徒を見てきますね。今ならあゆみちゃんに謝れるかも。星、綺麗だね。どうしよう。まだ怒ってるのかな。でもこのままなんて嫌。なんて返事すれば。あゆみちゃん。何。この前は本当にごめんなさい。え、余計なこと言ってしまって、おせっかいすぎた、無神経だった。一番辛いのはあゆみちゃんなのに。カオル、憧れてたの、夢に向かって頑張るあゆみちゃんに。私に。だから突然諦めるって言われて自分の気持ちを押し付けちゃってごめんなさい。こっちこそごめん。え、私のために言ってくれたことなのにカッとなって。そんなの。どんどん夢に進むカオルが羨ましくて勝手に比べて卑屈になってた。そうだったの。カオルに八つ当たりした自分が恥ずかしいよ。あゆみちゃん、許してくれる？許すも許さないもないよ。私たち幼馴染で親友でしょ。ありがとう。いろいろ話してくれて嬉しかった。やっと正直に言えたみたい。私、お互いにね。仲直りできたみたいですね。え？いつからいたんですか？だいぶ前から。びっくりした。どうなるか私も心配でした。気づいてたんですか？ええ。先生、ありがとうございました。私は何もしてませんよ。きっかけを作ってくれたじゃないですか。足広校ですから、じーっと見てただけです。え？知ってたんですか？先生、学校にいる時と全然違いますね。なんか生き生きしてる。そうですか。でもこれで二人前に進めそうで一安心です。夢探しからですけど。大学で夢を探すという手もありますから。どうやって見つけたらいいのかな。ねえカオル。何？カオルはどうしてアナウンサーになろうと思ったの？え、覚えてないの？なんかあったっけ。小学校の時クラスで劇やったでしょ。ああ、カオルがナレーションやったやつね。最初裏方やろうと思ってたら、あゆみちゃんがナレーションを勧めてくれて。私が？カオルは声が綺麗だからって。やってみたら楽しくて。それでアナウンサーに。はい。全然思い出せない。辻村さんにとっては何気ない一言でも。あの言葉がなかったら
今の私はいないんです。夢のきっかけは案外些細なことだったりします。先生は？なんで教師を？私は最初別の夢がありました。何ですか？宇宙飛行士昔から星が好きで。じゃあどうして先生に？宇宙飛行士になるには条件があって、私は目でダメだったんです。諦めるしかなかったんですか？いろいろ試しましたが、目標が突然なくなってどうすればいいかわからなくなりました。そうですよね。でも見つけたんです。何をですか？道しるべとなる新しい星を。星？人生を歩んでいくための目標のような存在です。どうやって見つけたんですか？担任の先生に無理やり天体観測に誘われて、そこで子供たちへの解説を任されたんです。辛くなかったですか？正直星なんてもう見たくありませんでしたけど、こんな私の話を喜んで聞いてくれる子供たちの目がキラキラ輝いていて、これが私の新しい目標なんだって思ったんです。それで学校の先生に？ええ、星が見つかれば一歩も二歩も踏み出せるんです。そっか。何か見えそうですか？私、昔見た劇に感動してこんな風に誰かを喜ばせたいと思って女優を目指したんです。なるほど、それがあなたの星なんですね。はい、カオルの話を聞いて自分でも誰かの可能性を広げる手助けをすることで人を喜ばせられるんじゃないかって思うんです。そうですか。新しい道を見つけたんだね。ここから再出発です。だから先生。何ですか？進路調査表書き直してもいいですか？もちろんです。さっきから流れ星が増えてる気が。極大みたいですね。あ、願い事しようよ。そうだね。アナウンサーになれますように。夢をつかめますように。二人の夢が実現できますように。Thank you.